面白い。バイクン、マックの移動度が俺分からん。現在50名、約50名が見てくださっております。ヒロピーさんもコメントいただいております。はい、ログインして。カイサブリさん、カイサプリさんですかね。こんばんは。よろしくお願いします。それもう入ってんの？入ってですか？もう入ってます。おー、すいません。映っております。わお、ヒロピー来た。声入ってるんですかね、これ。はい。大丈夫です。全然始まった感がないんですよ。です。しれっと始まるんですよ。全然始まらないんですよ。こっち出してください。3万人ぐらい。20万人ぐらいで。ちょっと A ちゃんのありものこりたいね。A ちゃんのありもの、こりたいね。ゲンさんの力で。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。聞いていいですか？はい、始まってんですか？始まってます、ね。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回もまたまたやってまいりました。FX トレードバトル。今回FX トレードバトルもご好評いただいており、今回なんと10回目。記念すべく10回目に来てくださった。一ついいですか？これリハーサルではないですか？リハーサルではないです。すいません。めちゃくちゃ噛んでますけど。はい。なんと10回目になりました。もうそんなに。そうなんです。で、今回 CXR ディーリング部から出演するのは、ビョースキャでおなじみのヒロシさんです。はい。よろしくお願いします。これは、ヒロシさん。強敵です。強敵ですね。もうよくわかんないけどね。一緒にやったことはないんですけど、強敵ですね。ヒロシさんのビョースキャ。4年ぶりぐらいですね。お会いするのは。ひろしさんのお宅に泊まった関係ですから、2回は。あ、そうなんですか。お風呂は使いましたよ、僕。あ、そうでした。使いましたよ、じゃ結構もう本当に会ってた時は、結構頻繁にお会いしてたんですか？まあ、今ちょっと疎遠になってますけど。今は疎遠ですけど、前までは仲良かったですよ。前まで笑ってた。疎遠なんで。全く合ってないんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして今回その対戦相手となるゲストは元外勤ディーラーの鳴沢さんです。よろしくお願いします。すいません。カメラ目線はどこでしたっけ？ちょっとよろしくお願いします。お願いします。はい。では、後ほど自己紹介をしていただきたいと思うんですけれども、はい、まあ、本日の意気込みと狙っている通貨ペアや目標獲得ピプス数を先にお伺いしようかなと思っておりますが、はい、どうですか？あ、そうですね。今日の意気込みは、今日は、まだあんまり動かなさそうなので、そうですね。細かく。はい。ちょっとピプスくらい取りたいですね。おー、なるほど。今回の目標獲得ピプス数は10ピップ。はい。はい、わかりました、うん。通貨ペアはどうしますか？通貨ペアは、はい、トルコイン。トルコイン。あの、ゲンさんどうぞ。どうぞ。どうぞって言う。トルコインで。やらないです。鳴沢さんどうしよう。僕は、はい、とりあえずプラスであればいいかなと、いつも謙虚な感じなんで、ドル円だけやります。はい、あ、ドル円だけ、はい。ドル円勝負で。ドル円勝負で。ドル円勝負で、まあ、プラスであればいいかな。なるほど。あと、ヒロシさんの動きを見ながら。で動きって言っても、本当に秒でいつも閉じちゃうので、ポジション。秒で当て秒で閉じるんで。秒で当てて秒で閉じるっていう、なかなか難しいですけど、はい。はい、よろしくお願いします。はい。そしてですね、参加者のお手元には今、丸×ボタンが置かれているんですけれども、はい、はい、そちらです。エントリーしたときは、丸ボタンをカメラに向けてください。はい。はい。で、押さなくていいんですか？押さなくても大丈夫です。はい、そしてですね、再度、利確した場合は、もう一度再度丸ボタンを押していただきまして、管理流は×ボタン。先×ボタンを上げてください。エントリーは丸ボタン。エントリー丸ボタン。はい。はい。で、毎回エントリーしたときに、なんでそこでエントリーですしたんですかっていうふうに私お聞きしますので、ぜひお答えいただければと思います。理由なんてあるんでしょうか？理由ないんですか？ない理由ですよ。なんとなくとか。儲かりそうだから。下がりそう。下がりそうだから。または床賃が行ったからとかですね。危ない危ない。危ない危ない。はい、はい、まあ、そういった感じです。はい、では今回 MC を務めますのがゆかてぃんです。よろしくお願いします。はい、ではちょっとスライドを動かします。
はい。あ、そうですね。ルール説明は後ほど始まってからしようかなと思いますので、はい、あ、先にじゃあ自己紹介からしていきましょうか。すいません。なんかちょっと、順番があれですけれども、じゃあヒロシさんお願いします。僕が呼ぶんですか、はい、後ほど。僕が呼ぶんですか、俺。はい、そうです。はい、2005年来月。ヒロシさん。すいません。ヒロシです、はい。2005年から株式投資を始め、FX は2010年から開始。高勝率型のハイレバー逆張りトレードでコツコツ土管を繰り返しながら資産を増やしました。2015年に資産運用法人を設立して、今法人で、取引しています。FX でロットを増やすため、複数の業者を使用してワンショット40本のトレードを、運用してました。ヒロピーからの勧めで2017年から仮想通貨の取引を開始して、今 CXR エンジニアリングの株主として参画して現在に至ります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お金持ちってことですか？そういうこと？よろしくお願いします。ゆっくり言うと。いえいえいえ。ああ、なるほど。ありがとうございます。なるほどね。はい、では続きまして、はい、成沢さんお願いいたします。はい。はい、1988年に、モルガン銀行に入って、そこからいくつかの銀行を渡り歩いて、今は、山梨の方で、そぼそとトレーディングをしています。はい、以上です。もっといっぱい書いてあります。ざっくりでいいんですよ、ざっくりで。いいですか？いいです。大丈夫です。すごいいいこといっぱい書いてある。全然、こんな使い回しのプロフィールなんで大丈夫ですよ。じゃあ見ます。読まなくていいんじゃないですか。一応ですか、はい、はい、いかなる相場環境においてもクイックアンドナロープライスを提供、特に荒れたマーケット時、プライスを求める顧客からラストホープと呼ばれ絶大の信頼、うん、あれですよ、今こういうプライスが常に出てるじゃないですか、はい、で当時はこういうなんつうのシステムのあれが出てなかったので、はい、プライスがないというと本当に真っ白な感じだったよね。それいつの時代ですか？いつの時代、昔生まれてないかもしれないですね。90年代とか。90年代。95年とか、生まれてますもんね。95年前。今こういう感じで目で見えるので、はい、みんな常にプライスがあるとは思うんですけど、はい、当時は本当にボイスブローカーって言って、声で。もうなんかマイクいっぱい声でやってるやつなんで、本当ない時ってシーンってなってるんですよね。だ本当にプライスがどこにあるかわからないっていうような。あ、最後に言った人のプライスなら、もう気配だけで。気配なんで、プライス、はい、そこにプライスがあるかどうかってないんですよ。もう気配だけでどんどん動いていくっていう。ただこの前の、CPI の後、ドル円跳ねたじゃないですか。あの時プライスなくなったかな。ああいう感じなんで、もうシーンってなってて、でもお客さんからはドル円くださいみたいな。で、プライスを提示しなきゃいけないんですけど、どこにあるか全く分からないような時にも適当に出しちゃうっていう。で、これを、はい、大体分からない時はもう出せないんですよね。そうですよ。どこにあるか分からないですもん。で、CPI の時ってだって分かんなかったですね、どこにあるか。そういう感じなんで、もう大体適当にパンって出しちゃうっていう、ただ適当に出しただけなんですけど、それが合ってる時と合ってない時ってあるじゃないですか。お客さんの時に、ここ？みたいな。はいはいはい。だから1円下を出すんですよね。ああ、なるほど、なるほど。その前が例えば140円ちょうど10だった時に、うん、僕出した時に、はい、もうちょうど10って出したら1円上とかっていう、うん、そういう時があったんで、はい、そういう時にいろいろ聞かれて、大体適当に出してたんで、そういうふうに言われてたって。あ、そうなんですか。合ってるかどうか分かんない、うん、はい。ええ。なるほど。すごい、そんな時代から。そんな時代をやってたんで。やってたわけですね。はい。はい、RBC、これは。これはね、カナダの銀行なんで。あ、なるほど。はい。はい。ドル円がの担当者がいなかったんで、そこに、いらっしゃって。拾ってもらって、やってっていう、感じなんで、特に。東京支店初のスポットディーラーとして着任後、アジアドル円担当責任者となり、東京並びにアジア各支店からのドル円の注文をさばく。うん。まあ、要するに誰もいなかったってことなんだ。自分でやって、ドル円専門だったんですね、じゃあ。その時はそうですね。で、RBC の東京市場におけるレピュテーション、評判向上に貢献し、金融機関専門誌ユーロマネー誌の顧客アンケートでドル円担当者部門の優秀ディーラーに選出される。そして21
2011年に株式会社リューズを設立、生涯現役を目指し、日々マーケットと格闘されているとのことです。うん、まあ、今、細々とやっている。そういう感じです。普段はもう FX のみですか？のみで、はい。赤部はもう、持ったらそのままなんで。あ、なるほど、なるほど。長期保有で、基本的に売買はそうですね。はい。なるほど。はい。まあ、後ほどいろいろとお話をお伺いしたいと思います。はい、今日は、はい、朝まで行くんですか？めちゃくちゃ元気ですね。そのまま FOMC まで行っちゃいますけど。さっきね、遅れてきたんで、ちょっと元気いっぱいなんですよ。なるほど。よろしくお願いします。りやすいです。明日もライブがそのまま行ってもらって。そうですね。全然泊まってもらって大丈夫です、ね。行きますか。めっちゃ元気。お酒入ってないですよね。大丈夫ですよ。あとお酒ありますよ、冷蔵庫に。ありますよ。ありますか。ありますダメです。終わってから。終わってから。終わってからでお願いします。はい、ゆかてぃん MC です。あ、後ほど自己紹介させていただきますので、先にもう始めちゃおうかなと思いますので、広瀬さんのご紹介も後ほどにしようかなと思います。この番組では投資判断の参考のための情報提供を行っておりますが、銘柄推奨や投資活動の勧誘を目的としておりません。発信された情報に将来の予想が含まれることがありますが、その正確性、信頼性を保証するものでもありません。投資の最終判断をご自身で行っていただきますようお願いいたします。というわけでですね、お二方ご準備はよろしいでしょうか？はい、はい、気合いだけがございます。はい、では私の合図とともに取引を開始します、はい。第10回 CXR 投資チャンネル FX トレードバトルスタートです。よろしくお願いします。もうじゃんじゃんトレードしていただいて大丈夫です。もう早速買おうと思って今買いました。ドル円ですか？はい、先にじゃあスポンサーのご紹介をさせていただいて、今ここにここに倒ってました。ちょっと天然が入っていらっしゃる。やばいです、これ床を触ってました。すいません、はい。はい、ではちょっと待ってください。私もちょっと準備が、当番組はですね、広瀬通商、ライオン FX のスポンサーでお送りしております。ライオン FX はですね、業界最強水準のスプレッドで、世界最速水準の約定スピードでサービスをお届けしております。また今表示しています。これは注文で注文と、注文情報でとか、そういったはい、こちらですね、 CXR 投資チャンネルとタイアップキャンペーンをしておりまして、新規口座開設と新規ポジション1万通貨以上の取引で4000円のキャッシュバック、まあ、最大5万4000円のキャッシュバックですね、しておりますので、ぜひ口座まだお持ちでない方はぜひ口座開設してみてください。では先にトレードバトルのルールを説明していこうかなと思います。今先ほど取引スタートということで、開始しても大丈夫です。あ、いいですよ。ちょっと待ってたの。何で待つんですか、もう始まってるって言ったじゃないですか。はい、取引ルールなんですが、今開始と言ったところから22時45分までとなっております。はい、はい、で明日ですか？今日です。今日の。はい、で通貨ペアは特に制限なしで、どの通貨ペアを使っていただいても大丈夫です。ポジション量は上限3ポジションまで同時に持てるポジションが決まっておりますが、そこの範囲内でしたら何回ポジションを持っていただいても大丈夫です。そして勝敗は獲得ピップス数にて決定いたします。そしてポジションを保有した際には必ず理由をお聞きしているので、ぜひお答えください、はい。トレード回数がもしゼロだった場合は負けとなってしまいますので、ご注意ください。そしてですね、今回前回に引き続き勝者には豪華なプレゼントも実はご用意しておりまして、焼きそばとかチャーハンいらないですよ。餃子もあります。餃子もいらないですよ。いいです。パスタもいらないです。いくら、あ、いらないですよ。いいですか？というわけで今回ちょっとだけちらっと見せします。
はい、ちょっとユカティにかぶっちゃいますけど、こんな感じで。シャインマスカットお好きでした？シャインのマスカットです。シャインのマスカットです。ここのシャインのマスカットです。どういう意味ですか？一般的な一般的なお好きですか？うちあの山梨なんで、シャインのマスカットはもう名産地です。名産なんで、ええ、ちょっとこれは山梨か。あ、山梨って書いてますよ。ありがとうございます。はい、いつも書いてる。いつもありがとうございます。今日来てやる。ありがとうございます。すいません、なんか一シャインのマスカット名産でございます。美味しそうなゼリーが、よくフルーツゼリーが入ってる、はい、これは後でみんなで分けると。違います。あの勝者に、あ、勝者に書かないともらえない。シャインのマスカットね、もう毎日食べてますけど、ありがとうございます。美味しいですよ。あ、本当ですか？うん、本物ですよね。あ、書いてるんで、山梨さん、山梨 JF フルーツ山梨か、本当ありがとうございます。はい、お持ち帰りいただけますので、はい、よいしょ。さて、じゃあちょっとチャートの方を見ていきましょうか。お二方どうですか？はい、はい、入りそびりました。入りそびりましたか？じゃあ私のせいでございます。いやいやいや、ちょっとコメント拾いましょうか。じゃあ、理由の雑巾屋さん、こんばんは。違う、あららら、はい、じゃこっち見ていただいてもいいですよ。こっちはドル円ユーロドルなんで、僕にはここまでしか見えないんですよ。あ、視力がですか？視力が悪くて。そうなんですか？いや、大変です。いいじゃない。見えます。見えるんですか？なんどんな老人ですか？ちょっと。どうまだ何で聞いてるの？くて、もう。何で聞いてないね。はい。ボケを埋めれば。音楽が流れて。なんか書いてますか？なんかコメントが来て。居酒屋感があっていいわ。本当に居酒屋感です。お酒はないですけど。ユカティン今日も可愛い。あ、可愛い。棒読みでしたよ。止まらない。はい。はい、GM さん、こんばんは。あ、川崎ドレモさん、こんばんは。いつもありがとうございます。ユワちゃんさん、居酒屋感あっていいですね。今日はちょっと空気がいつもってなんだかこう穏やかな感じがしますね。藤原たつきさん、こんばんは。亀吉さんも、こんばんは。ちょっと今音楽がちょっとボリュームが大きくなったところがあったかと思います。すいませんでした。ちょっと直るかと思います。すいません。はい、謝ってますよ。ですね、はい、直りました。ではちょっとじゃあ簡単にドル円見てみましょう。いいですか？はい、入りそびれました。入りそびれました。広瀬さんもそうなんですけど、いや、入りそびれました。生まれで入りたかったです。これもね、5人とか入りたかったんです。いいですよ。別にゆかちがちょっと喋ってたんで。え、私黙っといた方がいいですか？結構ね、いいポイントだった。いいポイントだったね、今。ちょっと気使っちゃうな。はい、というわけで、ちょっとじゃあドル円を、お二方はドル円をトレードされるということだったので、これが4時間足ですね。結構ずっと本当に今週、先週から3円、2円後半ぐらいから、この143.5半のこのレンジでずっととどまってる、うん。もうね、140円割れなくなってきちゃってるんで、はい、あの結構下がってるところは結構警戒感とかもあって下がるんですけど、はい、もう140円割れなくなってきてるんで、はい、やっぱりこれある預言者が言ってるんですよ。150円いくんじゃないかって。これすごい身内ネタだ。あ、身内ネタだ。あ、身内ネタ。5年ぐらい前に、どんどん5年後は120人って言った人がいるんですよ。うちで、広瀬亭でちょっと飲み会した時でしたけど、5年後は150円だって予言をした人がいて、何年前ですか？5年前。で、本当にそうなってるんですよ。本当ですね。すごい。天才トレーダーじゃないですか。今生きてれば何歳ぐらいですか？会ってないんで分かんないんですけど。ご存命だそうです、うん、本当にね、そのぐらい近くなってきてるんで、140円割れなくなってきてるんで、要するに、最初に140円上がった時は結構高い高いと思うんですけど、慣れてきちゃうんですよね、140円台っていう。そうすると、もうだんだん145円が結構超えてないですけど、はい、そこを超えてくると、もうちょっと走っちゃうかもしれないですよ。もう国葬もあるしね。あ、関係ないですけど。
もうちょっとその縮小モードが終わるんで。それもあるんですか？関係ないですよ。すごいそれっぽく言ってなかった。めっちゃ納得してる。で、介入はどうですか？介入。介入は今ね、できないですよ。ただ、結構今叩かれてるんで、いろいろ。どこからですか？いろんなところから。いろんな意味で。あ、日本。首相が。はいはい。あ、首相が。首相が。そうすると、ちょっとやっぱ円安ということで、結構叩かれてるところもあるんで、ちょっと、いい顔したい、いい顔したいっていう感じでやるかもしれないですよ。ただ145円じゃやらないですよ。まあそうです。やらないです。超えて150円近くなってきたらわかんないです。ああ、なるほど。145円じゃやらないですよ。今まで円安の時にその円を、なんて言うんでしょう、買うっていう。円買いね。はい、ありました、ありました。23年前、23年前ありましたよ。その時は今とは、まあ、もちろん状況違うんですけど。あ、じゃあその時の状況もよりますし、だ今この状況で、要するに、だから、円買いの介入したところで、その時だけなんですよ。あ、下がってくる。一瞬で。はい。まあ、すぐ戻っちゃう。戻っちゃうんで。だから、あまり145円でやっても意味がないよね。そうなんですね。70円台の時に奴隷が、やっぱあの時は介入しなくても、やっぱりアベノミクスとかで。はいはいはい。うん。まあそういう状況で介入すると効くんですよ。あ、当時が170円ぐらいだったんですか？介入した時。70円台の時に、介入しなくてもアベノミクスみたいな時に高温が上がってくると、その時に一緒に介入すると効くんですよ。なるほど。何かそういう理由があって乗っかって介入すると結構効くんですけど、要するに、お金に物を言わしての介入だとあまり続かないってことですよね。そこになんか相乗効果みたいなのがないとダメ、はい、ってことですね。はい、なるほど。145円超えてきて、この底が、145円が底になってきちゃうと怖いんで、はい、今140円が割れないじゃないですか。同じように145円超えてきたら、145円が今度、確かに。サポートになっちゃうとちょっと怖いんで、はい、うん、まあ、150円ぐらいは一回行ってくれた方が、やりやすいんじゃないですかね。ここじゃやらないですよ。あ、参考になりました。ありがとうございます。まだトレードしてないですね。うん、もうちょっと上がったら動くかな。はい。6号ぐらい。あ、そうそうそうです。見せてもいいですけど。ルール紹介ですね。ルール紹介は先ほど、はい、簡単にしました。どうしようかな、FX 会議、宣伝しますか。はい。鳴沢さんはいらっしゃらないですよね。どこに？オフ会があるんですけど。何？オフ会？そうなんです。何のオフ会ですか？ちょっと待ってください、ね。はい、今、こちらです。ああ、僕呼ばれてないんで。あれ？呼ばれてなければいかない気がする。あれ、円蔵。小林さん、山中さんがいるじゃないですか。はい。呼ばれれば行きますよ。お、呼ばれればね。呼ばれれば。呼ばれれば行きます。呼ばれれば、ね。2022年秋ですね。FX 戦略会議ということで、日程が10月8日土曜日、秋葉原 UDX にて、セミナー&懇親会っていうものを、シークサル投資チャンネル主催でします。うわ、すごいな。そう。食事好きですね。食事結構豪華な食事が出るみたいです。はい、先着200名となっておりますので、結構応募来てますか？そうですね、はい、結構応募も来ているそうなので、うん、ぜひぜひお時間がある方はお越しになっていかがでしょうか。結構、はい、ゲストさんも山中さん、小林社長、井口さん、うん、そして、遠藤さんと、うん、もちろんヒロピーさんもいらっしゃいますし、ヒロシさんもいらっしゃるんでしたっけ？一応呼ばれたら行きます。僕も呼ばれたら行きますよ。結構何700円って安いですよね。ちょっとメガネ持ってきます。あ、何するの。はい、ございます。一応こちら、概要欄、シークサルメンバーは、シークサルメンバーは小山さん、私と、あと誰がいるんだろう。まあ、普通にヒロピーさんもいらっしゃいます。ヒロシさんは呼ばれたら来るんです。一応行きます。はい。行きます。呼ばれたら行きます。はい。呼ばれたら行きますって言って、これ呼ばれなかったら寂しいと思います。確かに。
や結構なかなかゲストも豪華ですし、なかなかこういう機会って少ないと思うので、ぜひぜひお時間がある方は応募してみてください。一応こちらのチケットの購入は概要欄に貼ってるんです。はい、チケットピア、チケットピアです。チケットピアです。ピアではない。はい、あ、一応はコメント欄にも貼ってありますね。はい、そちらから9月末まででしたっけ。はい、あの締め切りが9月末までとのことで、まあ、残り10日間あるんですけれども、ぜひそちらからご応募ください。ではチャートに戻しましょうか。あ、ちょっと見てなかった。あ、6号つけたでしょ。雑談配信みたいな感じになっちゃってくれしょ。リュウズさん特別ゲスト枠参加費小山が負担しますだそうです。はい、すみません、何か言ってました。あ、これ押してもダメなんですけど、ドル円売りました。はい、おーっと、おーうん、あ、でも押せてますよ。押す？はい。色がついてるので大丈夫。うん。はい、今どこでエントリーされましたか？今。ドル円ですよね。143.676。143.676からショート。はい、ショート。のショート。はい。はい、これ押してもいかないんですけど、どうしたんですか？こっちでやらないですか？あ、こっちですか？うん。これで買いか。で、これは脱力はこれ、そうですね。それ1クリックして、はい、ちょっと強く押しすぎようぜ。どうですか、もうわかんないです。で、あれ、ずれた。損切りになっちゃいました。あ、損切りされました。はい、損切りした。損切り。早いな。損切りされて、これは、もう終わってしまいました。すいません、小山さん。はい、損切りでした。損切りじゃないんだけど、ちょっとずれて損切りになっちゃった。ああ、なるほど。いや、これが、だってこれ回復しますあれ、結構難儀ですね。難儀ってどこのことなんですか？あれ、難儀ってそれどこのことなんですか？難儀ですか？難儀ですね。まあ、難儀なんですけど、例えば、こっちのクリックした。で、例えば、え、あ、でも入れちゃうとちょっと、あ、今入りました。今入っちゃいましたよ。これなしで。消せ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 。めっちゃ落ちましたので。お。あっち。スプレッドが広い、開いてますね。本当ですね。あ、参加費は小山が負担しますって。小山さん。はい。じゃあ僕参加しますよ。いらっしゃいませ。はい。よかったです。はい、ちょっとスプリットが落ち着くの待ってから、ちょっとあの鳴沢さんの売りはちょっと若干ミスタッチのところもありました。ミスタッチでも割とリグれましたね。プラスで逃げれたので、今のイカチンの圧がそこだったんで。いや、だってもうプラスとかあったの、こうだって私がなんか押したみたいな感じだったとか、ちょっともうプラスにしないとと思って、もう圧がすぎる。1ってやっ、はい、で今あの視聴者側で見えてる画面なんですけれども、まず、右上が青色のこう3つのポジションが見える状態になっているかと思うんですが、これがひろしさんの持っているポジションとなっております。でもうすでに決済しているので、全て枠は埋まってるんですが、決済損益っていうところに数字が入ってなければ、今持っているポジションということになります。で、赤色の方が鳴沢さんのポジションということになります。そしてですね、今こちらのカメラに映っている下に表示されているピップス数、こちらがお二方の合計の現在の損益になります。現在鳴沢さんがちょっとリードしておりまして、プラス 1.1 ですよ。素晴らしい。でもひろしさん今マイナス 0.1 なので、はいっていう感じです。で、左下のタイマーがですね、残りの取引時間になっております。この時間にがゼロになると取引終了っていうことになりますので、はい、残り73分っていう。休憩時間は止まるんですか、時計が。休憩時間はないんです、うん。ないんですか。はい。そうです。無閉じで。はい。では、うん、ちょっと注文、広瀬の注文情報でも見てみましょうか。普段利用されますか？はい、そうですね。はい。
なるほど。じゃあ、ね、注文状況って結構これ多分みんなヒアリングしたりとかで、はい、あとはそこの業者さんの注文じゃないですか、はい、そうですね。あの前は結構ね、あのいろんなセオさんとか、はい、まあ、自動車屋さんとかいろんな注文が入ってるじゃないですか、はい、そういうのを聞き取りして、ただここが結構売りがあるとか買いがあるとかって言うんですけど、はい、結構それをね、あのお客さんとかに喋るとね、はい、今やばいらしいですよ。何がやばいですか？だからそういう情報を流すと。あ、そうなんですか？個人情報になるんで、会社の情報とか、どこの買いがいくらい入ってるとか。そうなんですよ。あ、そうですね。昔はね、結構そういうのがなくて、でもいろいろ喋るんですよ。で、今例えば自動車さんが売ったとかそういうのなんですけど、で電話かけて、誰が売ってるか分かるって聞くと、ブーブーが売ってるとか。え、なるほど。ブーブーって言ってもいろんなブーブーがありますけど、だいたい大きいブーブーとか、ブーブー売ってるよみたいな感じで喋ってたんですけど、今はダメみたいですね。うん、結構こういうの参考にはなるんですけど、うん、あの別にそこはどうしても145円が売りが厚いとは言っても、抜けるときは抜けるんで、まあ、参考程度でいいんじゃないですかね。まあ、ここが例えば買いがかなり溜まってるから、ちょっと、まあ、サポートになりやすいのかなけど、まあ、そこはあくまでそこの業者さんの個人さんの注文状況なんで、そうですね、まあ、そういうのをいく何社か集めて自分でこう判断するとか。うーん、で今はがっちりも140、145じゃないですか。はい、でこれは145が抜けてきたら、今度これが143から8になるとか、そういう感じなんで、うん、こちらがドル円の注文、はい、差し値、逆差し値注文ですね。うん、こちらピンク、そうですね、この青色の部分が売り注文、赤色が買い注文で、ピンク色が、買いの逆差し値、こちらが売りの逆差し値ということになっています。逆か、買いの逆差し値、売りの逆差し値。今あと75から80が結構ストップロスと売りが半々ぐらいですよね。そうですね、うんうんうん、で、こちらですね、もう一個ありまして、現在のポジションがどうなってるかっていうのも見ることができます。赤色が今の買いポジション、青色が今の売りポジションで、今圧倒的に買ってる人が多い、多いですね。買い安心感出ちゃいますよね。はい、安心感が。あ、安心感が。うん、そうですね。今日で言えばもう143円ちょうどが割れないんで、もうだんだんこう下値が切り上がってきてるんで。あ、そうです、ね。うん。確かに。もうここからじゃあ上に行くんじゃないかって思ってる人がもしかしたら多いのかもしれない。でもだからもう今あと143円20ぐらいをストップロスで509くらいから買ってみようかなっていう。うんうんうん、そうそうそう、そこをサポート、あ、まあ、割れたら損切って、うん、もう50くらいから買っていこうかなっていう人が多いんじゃないですかね。うん、すごい、すごいですね、ここ買ってる人。うん、どうですか、エントリーできそうですか。え、そんな、はい、本当に、はい、どうしてもやれという、はい、じゃあどうしても、はい、失礼しました。どうしても、ドル円を、ドル円を買いました。買った、はい、143.616、はい、616、はい、決済、早い。言ってるそうだから早い。いや、いつもそんな感じなんですよ、美容スキャなので。はい、買いました、買いました。ちょっと僕ね、それ、これ押せるんですけど。はい、売りました。はいはい。今、買いを2回入れたってことですね。入れても、リグイしたってことで、ね。で、売って、買って。ちょっと操作があれですもんね。大変ですよね。うん。こっちじゃない、こっちじゃない。はい。で、これを、切ってんでしょ？見せてやった？はい。なってる？多分なってるかと思います。じゃあこれをこうするの。お、入りました。あ、はい、しかも16になってます、これ。
ですね。ピップス。ああ、しょうがない、しょうがない。はい、ということで今、鳴沢さんが売りに入りました。はい。ヒロシさんは何に対して売ります。おお、同じですね、じゃあ。6、5とか、6、8とか、はい、そのぐらいで売ろうかなと思って、待機中。だそうですよ。はい。はい。ヒロシさんの戦略。話変わるんですけど、はい、このサムネイルあるじゃないですか。はい、対決の、はい。ちょっと出してもらっていいですか。あ、サムネイルですか。はい、これ、はい。これね、はい、なんか言ってます。ちょうど聞きます。これワンコ僕の愛犬なんですけど、はい、これ、ね、僕のじゃないですね。え？僕の愛犬じゃないですね。これ。そうなんですか、ね。え、それ何なっちゃうんじゃない。ナナじゃないですこれ。誰ですか。これね、大満さんのワンコですね。大満さんっていう人がいるんですけど、はい、その方のワンコ。自分のだと思ってたんですけど、自分のじゃなかったです。で、なんで気づいたんですか。色違うし。うん、でこちらの方にもすごいいいの作ってもらって感動してたんですけど、よく言ったら自分のワンコじゃなかった。あらららら。いや抜けちゃいましたね。あ、こう話してる間に。話してる間に、うん、で散歩島根ですからね。散歩島根難品しました。難品しました。はい、お二方とも今売りで持って、はい、あれ僕いくつ持ってます。あ、僕も散歩地持ってますね。え、もう散歩地持ってるんですか。なぜか知らないけど持ってますね。逃げよう。本当ですね。あ、本当ですね、はい、本当ですね。一応逃げときました。はい、絶対しました。決済、はい。理由聞いてください。もう一回やりましょう。理由を。理由は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 。ないです。ない。理由は。今はないです。ないです。はい。今はない。夏休みの散歩場は三つもエントリーでカウントしています。三つとも売りで。リバウンドを取りに来ました。上がってるので売ろうと思ってます。はい。はい、逆張りですね。はい。抜けないと思うので、今、このポジションが。うん。これだからもう、そこの80超えたらやめる感じですよ。一応逆差しは8ピップスで設定してあるので、うん、一気に動いたら損切り8ピップになる、うん。なるほど。はい。じゃあ、ここはレジスタンスが。7人ぐらいでまた売ろうと思ってます。はい。はい。了解です。で、80で自動で切られる感じで、なるほど。はい、今はのポジです。はい、はい、あ、でもいいですね。下がってきますね、ちょっとずつ。まだまだですね。まだまだですけど。6は5とかで、小山君ピップスの計算で、はい。じゃあ鳴沢さんにお話聞いていいですか。はい、普段ってどういうスパンでトレードされるんですか。起きてる間ですね。起きてる間。あの寝てる時間です。聞き方が教えてもらえなかった。あのデイトレとかスイングとか。うん、あのデイトデイあのこんなに今秒でやらないんで。はい、うん。ただ一日の流れで今こうかなっていうところで。じゃあもう本当にその日のうちに決済してしまう。しちゃうんですね。一日何回ぐらい平均で取れる。いや、そんなもんもう2回とか3回とか。あ、そうそう。何ですか。あの昼間とかはそうなんですけど、はい、夜もちゃんと見てられるときは結構打ったり勝ったりするんですけど、はい、日中ちょっと出歩いたりとかするときはそんなにやんないですよ。いつも取引される通貨ペアはドル円、ユーロドル、ユーロ円だけですよ。そうなんですね、はい、それ以外やらないです。一緒だ。全体にやらないです。それは自分の得意の通貨ペアだからっていう、うん、もうたくさん持ったら分かんなくなっちゃうポジションが。ああ、なるほどなるほど、もう絞らないともう分からなくなっちゃう。ああ、なるほど。ポートフォリオって結構ほら自分の、まあ、株も含めた、はい、先物も含めたポジション結構自分で見てられる人ならいいんですけど、僕見てられないんで、ひたすらするだけで。なるほど。あとドル円を売ってて、ユーロ円を買ってたら、結局、ユーロドルを持ってるってことだ。そうですよね。
確かに確かに、うん、結構ドル円持っててポンドドル持ってて、はい、ドル円気にしてたら結構ポンドドルが動いててとか、うん、ありますね。あるんで、もう自分で気にかけれるポイント、ポジションだけで。いつもチャート分析するときに、これは絶対見てるっていうものありますか？はい、朝は冷やし。おはようって言っても冷やし見とりあえず。あとだから、昨日、前日の高値安値、あと止まったところとかぐらいは朝をこう、目をこすりながら見て、はい、あと冷やしを見て、冷やしって結構そんなに1日は変わらないですけど、一応確認して、ぐらいですよ、うん、なるほど。あまりわかんない、15分足とか10分足とか見ますけど、たまに見ますけど、はい、それをメインにやってるわけじゃないんで。トレードするときはいつも冷やしですか？1分とかですよ。あ、1分ですか、うん、そうなんですね。あ、じゃあ1分で冷やし、冷やしはもう確認なんで、はい、ああ、じゃあその、じゃあ昨日の高値安値のここは確認してだけして一応目安つけといて、目安つけといてみたら、ヒルさんもじゃ似たような感じですか？なんか似てません？そうでもないですか？今、長期足から見ていく、うんうん、だん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 比較していく、トレンド見てるんですよね、いつも。ちょっと難しい。今日の場合はもう、本当に現実で。どれぐらいですか？今日のレンジ？いや、143円、まあ、切ったらもう買い。143切ったら、うん、143は切ったら、冷やしですよ。冷やしで。冷やしで。あ、今日の冷やしですね。冷やしで。これ、あ、これ冷やしだ。これ、はい。はい。143。3を切ったら、もう買いっていうふうに。はい、もう今、だと145がトップになってて、はい、そこ線、水平線引いて、うんうん、で下からこう引いてくるじゃないですか、ってそれぐらいも、それだわーっていうことは、もう本当に5円125円抜けたら結構殺到しますよ。上昇三角みたいな、うん、うんうん、そこは本当ね2回止まってるんで、はい、結構介入警戒感もあるんですけど、で超えてくるともう結構買わなきゃいけない人っているんですよ、買い遅れてる人、あと売りすぎちゃった人。はい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 、はい。持っていていくしかない。だからもし、輸出さんとかでも、売りすぎちゃって。はい。はい、うーん。あ、はい、あ、ちょっと薬場が、薬場、あ、タイムアウトして、あ、ダメでした。買えなかった。あ、買えなかった。はい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 。どうぞ、こっちこっちこっち。逃げました。リグイ。お、結構取れてます。ちょっと戻しましょうか。1分足。落ちてきてますね。はい、これ僕ポジションないですよね。今はこっち動いてない。ないです、ね。はい。いいですね。お二方ともユーロドル、あ、ユーロドルじゃない。ドル円の売りだ。これ僕今増えてますけど。はい。これ多分まだちょっと。あ、入ってない。はい。はい。すみません、追いついてない。多分買ってますよ。はい、決済しました。あ、決済。ありがたいな。今は買って。あ、買ってる。ああ。じゃあ今のこの反発を狙ったわけですね。ちょっと回数を言うと勝てなさそうですね。はい、なるほど、はい。多分これね、50がサポートなんで、この上が切り上がって60なんですよ、今。はいはいはい、この60を割れたところをみんな買って、この上がったところを打ってくる。まあ、要するに動いてないんで、うん、レンジ内で結構パッパッパッとやってる感じです。うん、回転させて。だそれには見てないといけないですよね。そうですよね、確かに。ずっと見てないとできない、これは。そうですね。うん、ちょっとトイレ行ってるとその間に終わってるって感じです。確かに。すごい。じゃあ、鳴沢さんが今もう決済してしまってます。あんま入れてます。なかなか、ちょっと待って。ねえ、鳴沢さん29ピップだってけど。もう何もしなくていいじゃないですか。やりますよ、まだ。すごい、うん、多分30回やらないといけないですね。福山さんいくらでしたっけ？40 43、うん、前回福山さん43取ってるんですよ。おお、そこ目指して、そこは全然いきますよ。いけますか？わかんないですけど。
これヒルさんなかなかピンチですね。ピンチですね。1ポイントを30回やればいい。そう、30回やれば。ただちょっとヒロシだと無口になるかもしれないですけど。最後もそうですよ。しゃべらない、集中しちゃって。でもトレードバトルなんで。はい、まあでも集中していただいて全然大丈夫なんで。はい、MC 話しかけても無視だからね。集中すると。ちょっと黙っててくれみたいな。黙っちゃうんですよね。それ結構ありました。ちょっとありましたね。はい。あれって。これ。さあ、じゃあちょっとアンケート取りましょうか。どっちが勝つか。ちょっともうすでに若干差がついてしまってますが、まだわからないですかね。はい、ちょうど1時間経ちました。今日長丁場ですか、ね、1時間経ってないです。残り1時間です、うん。あ、ありがとうございます。今、収支表示されております。下が一番古い、取引になってまして、上に行くほど新しい取引になっているんですが、こんな感じです。左が鳴沢さん、右が、うん、ひろしさん。まあ全部僕の場合間違ってやっちゃったやつですね。確かそんなことはないよ。確かになんかちょっと売ろうとは思ってたんですけど、まあみたいな、うん、あれ3つ入ってたの、まあ、参考書入ってたんで、あだだだだ、自分で押してるんですけど2回押しちゃってたみたいな、ね、なんか今日はあの、うん、うちの弊社のパソコン使ってて、やっぱ慣れない環境でトレードされているのかなって、でもあるんですけど、それでも数字を出してよくやり方がわからないって、すごいなって思いますよね、さすがだなっていう。今ね、はい、売りました、売りっていうか、なぜか僕縦玉がこんなになっちゃうんですけど、本当ですね、よくわかんないです。これじゃないですか、あ、これになってるから、それですね。あ、なんか別に、まあ、今全然関係ないんで、はい、うん、はい、というわけでひろしさん頑張ってくださいっていうコメントが2件も入ってます。ひろし推しの方が、なんかあの最近ファンの方、ファンがいるんですか、ファンがついてるんですか、スケルファン、りょうすけファンが、りょうすけファン、あのまああのひろぴーさんのオンラインサロンがあるんですけれども、はいはいはい、それにひろしさん宛てにメッセージをくださる方がいらっしゃいまして、ひろし推しが本当にその入ってないんですか。きっかけはそのひろしさんがビオスキャの手法を教えるっていうので、はいはいはい、2本出してるんですね。そこで結構分かりやすいっていうすごい反響がありまして、意外にも、うん、意外にも意外にも僕ひろしさん結構意外なスイングな感じだと思ってたんですけど、いやそうなんですよ、うん、スイングっていうか10分か15分なんでそんなビオスキャじゃなかったんですけど、うん、トレードバトルで、うん、こう目覚めた、いやあのトレードする機会がないじゃないですか、はいはい、2時間ないぐらい、はいはい、そこで編み出したんですか。それでいや、あのやってたことはやってたんだけど、ロスキャもできるけど専門ではない。なるほどなるほど、うん、やってたことはあったけど今まではそんなにやってなかったってことじゃ、食材をもらうために、あーなるほど、もらいすぎてもらいますよね月の。結構あのこういう番組だと1時間とか2時間うまくでやんなきゃいけないって時ってあるじゃないですか、はい、もうそういう時では困るんですよね、結構。確かに確かに、どうしてもやんなきゃいけない、でもやんなくてもいいんですよ、実際やんない人もいるんですよ、はい、やっぱ自分のやり方、それに入らやらないまではやらないっていう人も、はい、それはもちろんいるんですよ、うん、別に負けとるとか関係なくね、多いんですけど、ならもしでもやるんならっていう、どうしてもやんなきゃいけない、うん、僕もいろんなやつ出てますけども、結構ねこう MC の方の圧がすごいんですよね、うん、あのポイント系なんですかね、すごいですもん、やれみたいな、せっかくゲストで呼んでるのにやってよみたいな感じ、まだ何もしてないの時のあの無言の圧がこうやってね、うん、あるんで、それどうしてもやらなきゃいけない、それでもやって勝つのがやっぱり、はい、確かにスキャルパーってやつですよ、だからでも僕ね、それでもやらないっていうのも僕あると思いますよ、うん、確かに自分のあれはぶれない、大事です、うん、自分のゾーンに入ってないんでやらないっても全然僕は、僕みたいにもうこうやってね間違ってやっちゃったとか、うん、そういうのもあると思いますけど、はい、本当にやらないのも僕は全然ありだと思うんです、うん、やらないからなんかつまんないとかこの人やんないなとかじゃなくて、それはもう本当にその時の相場がその人のあれじゃなかったんです、そうですよね、うん、うん、というのもあると思いますよ、あると思います、うん、という差しを
ちょっとせっかくちょっと今回私ですねスライドを作ってきたんですけど、あのちょっとあ直近のパンダです、うん、今日ですね日本の消費者物価指数が発表されたんですが、予想が 2.9% 前回 2.6% だったんですか。 CPI を英語で言ってください、うんCPI、うん、英語で言ってください。 CPI で、すいません CPI を、あ CPI もですか。全部英語で言ってください。ちょっと CPI ですか。何の略ですか。さあもちろんしてますよね。CPI は CPI 検討つく。EXR じゃないですか。CPI はコンシューマープライスインデックスです。コンシューマー消費者のプライスインデックス。あ、そうですけど。うん。PPI もあるんですよ。ちゃんと。生産者物価指数、ね。だからあの、プロデューサープライスインデックスとかね。プロデューサー。そういうのあるんで、みんな PPI、CPI って普通に言ってますけど、NFP だそうですよ。ノンファンペロールでしょ ?NFP じゃないですか。確かに、うん。だから、最初はそうやって言ってるのはいいんですけど、うん、ちょっとほら、ね、ちょっとパンケーキ食いながら調べるとか、そういう感じですよ。一つ勉強になりました、はい。ありがとうございます。本当に。結果どうだったんですか。はい、結果が 3%。お。で、生鮮食品を除く数字ですと、予想が 2.7%、前回 2.4% に対して、こちらも上昇の 2.8%。はい。そして、はい、はい、エントリー、あ、そのぎり、こっちか、こっち、エントリーですか、うん、リグイ、リグ、あ、リグイ丸です、丸、はい、シュッと流していただけるか、なるほど、じゃあ、こっち、はい、そこで OK です、あ、リグイました、はい、はい、で、はい、食料とエネルギー両方とも除いた数字が予想 1.5%、 前回 1.2% に対し 1.6% ということで、まあ、全体的に前回よりも増えてますし、予想よりも高い数字になったという結果になりました。今日山梨も物価上がってきて。そうなんですか。そうなんですよ。やっぱり どういったものがですか。野菜とか。あ、野菜もですか。うん、野菜はすごいですよ、。キャベツ買えませんよ。人参とか高くて、でも玉ねぎとか日本産じゃん。日本産です。それでも価格上がるんですか。やっぱ輸送したりとかするところのコストが上がりますよ。で、山梨は結構今、ブドウとかね、桃とか、結構盗難がすごくて。盗難されるんですか。すごいですよ。それは転売されちゃって。もう社員とかね。シャインマスカット。シャインマスカットとかすごいですよ。新橋の駅とか行ってるやつって、あれ、盗難の。盗難のやつですか。そうですか。桃とか。新橋の駅前どの辺ですか。いや、なんかあの役員ですね、言ってくる一般の人がですか。へえ。でもね、もう桁が違いますよ。どうなん、どうなんの数の、あの農家さんが多分もうここもう要するに収穫するという前日ぐらいに、もうほんとすごい数の盗難に遭われて、もううちの地元の新聞はものすごく報道しますけど、ほらがっかりですよ。そうか、ね、手塩にかけて育てたねブドウが、やっぱり安くないですもんね。それすごいですよ。へえ。値段の問題じゃないですよ。手塩にかけて育てたドル円がリカチンが勝手にポチって売って、あのそれ人がなくなっちゃったみたいな感じですよ。ショックショックですよ。なんでそこなんで結構あの物価はもう地方でも上がってきてるんで、うん、まあ東京はもっと上がってるんじゃないですか。ん、うんうん、まあでもこれを今日発表があってからの、あさって日銀の政策金利の発表もありますけど、かなり結構いろんなこと突っ込まれそうですよね。そうですね。結構ね、口先介入はもうしとかないと。もうこの前も言ってましたけど、あの口先だけでもしとかないと何やってるんだっていう、うん、あ、確かに確かに、逆にほっとくのもおかしな話。そうな、ほっとくのもおかしいんで、うん、あ、でもさすがに日銀は別にさせ、あの黒田さんがいらっしゃるうちはもう政策は変えないっていうふうに考えるのはやっぱり一番あれですかね。そうですね。結構海外各国からちょっと日銀そろそろなんか
政策変えるんじゃないかっていう声とかも出てるじゃないですか。もうそれはもうそのまま、うん、もう変な意味でブレなくなってきますよね。じゃあ今回も期待通りそういう風な、うん、だから今回はある意味違う感じで言うとサプライズ的な、はい、うん、前回は結構期待しすぎちゃって、はい、やっぱりなって感じだったんで、うん、でもこの前もね、あの何でしたっけ、なんとか会議、ジャクソンホール、ジャクソンホール会議で言ってましたから、はい、その後これ違うこと言ったら大変なことなんですよ。そっか、確かに、なるほど、言ってんのお前っていう感じですね。うん、今回はまあそのまま普通に言うじゃないですか。また生で乗ってましたね。参考になりました。もうちょっとしたら売ろうと思ってます。はい、はい、ちょっとじゃあチャートを映しますか。こんな感じです。あ、ライオンさんの、お、上がってきてますね、また。はい、あ、ここで、お、売りました、売りました、売り、はい。なんか今日はすごいお二方とも息が、だからあれですよ、あの、うん、もうレンジなんで、そうです、同じなんですよ、やることが。そっかそっか、配りに、はい、80の近く売ったら売って、下の60割れたら買うっていう。ただヒロさんの方が持っている時間が短いだけ。持っている時間は短いですね。はい。は、もう、あの、すぐ閉じちゃうんで。お、お、お、こっちか。はい、こっち。リグイですか。はい、自分もリグイって。じゃほぼ一緒かもしれない。はい、もう一回。もう一回、売り。まっすぐ閉じちゃうんですけど。あ、はい。はい、了解です。このだから50は割れない、はい、80は超えないっていうレンジなんで、はい、その間で、はい、売り買いをしてるっていう。決済、ね、お早い。何回かできる。広志早い。結構70超えて跳ねたところは売って、でも今は60近いところはもう買うっていう、うん、だんだん狭くなってくるんで。はい。うん。そうそうそう。ここら辺とか。そうなんですよ。そうですね、だんだんちょっとちっちゃくなってきてます。そうそうそう、受けどっちかに動いたらもう千切りですね。うん、じゃあそう、それまではあれです、レンジでやってる、レンジで、うん、そうと思います。そう、怖いのはこういうところで追っかけていくと怖いんで、はい、あくまでも跳ねちょっと上がったら打ってっていうのをしとかないと、うん、変なところでエントリーしちゃうと、はい、難品をしなきゃいけなくなっちゃうっていう。確かに確かに、難品も本当しなくていいんですけど、うん、難品って普段も全然されないですか？それとも仕方なくやります。仕方なく。本当はやらない方がいいんですよ。例えばエントリーするときに、一応難品も視野に入れた上で打診でエントリーすることももうないです、うん。だからここで売ろうと思ってたけど、行かなそうだからとりあえず売ってみて、行ったら本当に売ってって言ったら、やめるとこは決めてるだけなんで。それはある。自分のお金と相談ですよね。あ、まあ、これ下がってるでしょ？お、いいです。でここで何かやっちゃダメなんですよね。ここでやらないんで、はい、やっぱりここで6丸まで落ちてきたら一回買ってみるとか、うん、この6号はちょうど真ん中なんで、中途半端なんですよ。確かに確かに。うん、まあそうそう、あの自分 RSI 見てるんですけど、はい、今どうですか、まあ、50付近になってて、中途半端です。まあ70とか30は結構いいところかなっていうところで、ここは行ったり買ったりして。RSI 出せるか。あれ、ないか、これが。ありました？そっちか。教えてるから。こっちあると気づかなくて、はい。これから今まで。RSI の14ですね。OK です。で、今が60ぐらいまで。あ、ちょっと上がってきた、ね。うん。うんうんうん。だから7割より上がったら売るけど、はい、で、ここはちょうど真ん中なんで、結構今、7割上がったから落ちてますけど。うんうん、じゃあって売っちゃうとこうやってこう、じゃあちょっと戻ってくちゃうんで、うん、あくまでもレンジの中でやるんだったら、ここは真ん中なんで、一回見るっていう。さっきの70だから売れないんだったら、
ここはあまり手を出さないでっていう。ちょっと角度が低くなるっていう感じですかね。でさっき7枚台売るんだったら、今近いところで7、5を超えたらやめるとか。はい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 。で、7枚上がったら売れるんですけど、ここはちょっと売れないですよ。うん、7枚超えちゃうと、一気に7、5とかついちゃうときが。うん。そこは本当、秒、本当、秒スキャンの秒カットですよね。秒カット。うんあくまでも7号で切るかイメージで売ればいいんですけど、はい、でここで売っちゃうと結構7号遠いじゃないですか。そうですね、うん、リスクリワードがそう、質問でいただいているのが、凌介ではリスクリワードをどのように設定していますかっていう。はい、僕は勝率8割ぐらいなんで、はい、逆殺傷8ピップとか5ピップ8ピップで設定して、リグイは1ピップ、リグイは1ピップで自分で決済して、一応あの指し値で10ピップは設定してあります。たまにあの一気に動く時もあるんで。ああ、なるほど。はい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 。僕今基本は秒しかやらないんで、ただポジションを持つ時に1対3ぐらいですよね。あ、結構ありますね、うんうん、へえ。もしだから10ピップ、損切るなら30ピップが取るとか、まあ、せめて半々ぐらいにしないと、例えば、グググ損切り間近で30ピップ我慢してたのに、あるじゃないですか。そういう時って、例えば30ピップならまだいいんですけど、1円我慢してる時に、戻ってきた時は、もう10ピップでもいいから、やめますよ、僕。へぇ、うん、だから、普段は、例えば80打ったら10ストップの、うん、下を30リグイとかね。はいはいはい。リグイは50ピップ、損切りは30ピップ。うん。とかでイメージして。お、なるほど。こうやって見れてるときはそんなに取らないですけど。うん。さっき言ったように7丸上がったら本当7号超えたらやめるとか。はいはいはい。いうイメージで、凌介だと。と、うん。普段そんな見れてないときだったら。ちょっと広めに。広めに。ただ、半々では取りたくないんで、はい、あ、うん、損切りを30ピップ取るんだったら、リグイは50か60は取るっていう、そんなに動けばいいですけど、はい、うん、なるほど。逆差し値はもうちょっと向こうですか？だから逆差しを決めてて、はい、ただ今だと145円超えたらやめるって決めてたら、もう手前から売るじゃないですか、はい、やめるところどこかって先に決めないと。そうですよね。うんうん。はい。やめどころがわからないのにポジション取れない。そうですね。今だったら7号とか8号とかっていう、分かりやすいんですけど。はい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 。じゃあここにもう逆差し置いてエントリーする。まあ、置かないまでもそこに行ったらもう本当にやめるって、うん。あとは、設定でポジション取ったら、そこでやめるっていう設定にしとくか。最初から設定にする、うん。売ってトイレ行って間に戻すけど、確かに。こいつらやりやなんで。はい、あ、そうです。お、トレードバトルの勝者、先ほどアンケート取っていたんですが、アンケート終了しております。鳴沢さんが 54%、ヒロシさんが 45% で、意外と効いた。45% もあるんですよね。この差で。これ多分ね、ほぼ広し推しのファンかファン。こんな取れないと思うな。いつも取れてないからな。まあ、なかなか33は低いですよね。それだけ取れてたらすごいな。これはちょっと凌介が若干不利になる、あれな、なんか金額で対抗したらもしかしたら割とトントンになるかもわかんないですけど。これピップですもんね。リスク取んなきゃいけなかったら、それだけ取ろうとすると。そうですよね。うん、で無理なミッションを取らないとそこまでいかないかも。確かに、うん、さすがに連打でもここまでいかないですもんね、うん、かなりマイナスになるのを覚悟して、はい、エントリーしなきゃいかなくなっちゃう。散歩地だから難しいですよ、うんうん、なのでそう難しいですね。まあ、パーッと動いてくれればいいんですけど、パーッと動いてくれればいいから余計も難しいですよ、うん。スレッドパネルが、うん、本当にチャカチャカもっと激しく動いてくれて、うんうんうん、ボラが大きければいけるかもしれないですね、うん、今日はちょっと FMC 前、そうですね、今日はまあ多分動かないと思うので、うんうん、このレンジでやるしかないですね。やるしかないと。
今日仮眠取るんですよ。え？仮眠を取って、この後。あ、この後。うん。この後あれです。休憩入ってやるんですよ。え？やらないですか？え？え、やらないの？あ、この朝までやりますか？この待ってるじゃん。一人 MC で。一人 MC で。一人で喋りながら。まだのあのの今月のノルマ達成してないんで、やらなきゃいけない。そう、やらなきゃいけないですよ。2000万通貨。今いく何万通貨ですか？今月が多分160万通貨。社食を確保してくださってるんで、いつもひろさん。証拠金100万円で2000万通貨を取引するっていうのを毎月、はい、ノルマでやってるんですよ。今いくらでしたっけ？まあ1600、あと350万通貨。ああ、じゃあもう全然あと、はい、30日。まあ食べるものはたくさんありますから、ね、夜食は。社員の、夜食になる。うん、使って持って帰っていただいて。社員は僕持って帰りますけど、社員は持ってます。ゼリーをあげてもいいかな。まあ、さっきのね、あれ、ほら、6263とか売ってもしょうがないんですよ、だからもう。はい、そうですね、確かに買い、まあ、買いはしないまでも売りの売れないポイントが近づいてきました。あ、できた。あれ、意外と入ってない。あ、はい、今75まで飛びましたよね。あ、25か725、うん、今見ましたよ私、ネットここ根が飛びましたね、今ここが143.723 です。723ですか？あ、723か。1ピップ取れた。お、リグイです。はい。これ待って、なんかもう、聞くまでもなく私が説明できちゃうの、これ。これ、ヒルさんのエントリー根拠。この間に。やったやつだ、みたいな。はい。今60割れない、75を超えないなんで。はい。あ、だんだん狭くなって。60から75の間。その間で秒しか遅れない。連打します。連打しに送る。これちょっと下がったとこ、今買うんだったら、ほんと60割れて、やめるイメージですよね。うん、上は75を超えて、ちょっと80跳ねたところを打ってみるとか。でさっき あの注文状況でも結構拮抗してるんで、注文状況を見てみましょうか、ね、注文別こちらですね。はい、こんな感じになって、結構ここが売りが、そう、売りが多い、熱いんですよね、うんうん、でも意外と買ってる注文は、あ、でもここまで来るとちょっと来るかなって感じです、うんうん、やっぱ本当にここのレンジって感じですね。だから本当75超えてくると、ちょっとこの買いの方が多くなってくるかなっていう感じなんで。切っていいですか？うん。ちょっとじゃあ、私個人的な質問していいですか？はい。僕ね、どうしようかな。あ、そうじゃないですか。ことじゃないんですけど。僕ちょっと山梨なんで、そういうね。あの、ちょっと最近のユーロドルについてもちょっと、はいはいはい。今日は本当にドル円メインでトレードしているんですけれども、まあちょっとユーロドルっていうコメントも今ちなんかさっきちらっとあったので、あ、まあ今ちょっと本当にパリティのあい、まあ、もうちょっと下に抜けちゃってますけど。抜けたの。抜けてますね。さっきずっと止まってたのに。始まる前は、じゃあ一応ちょっとじゃあ冷やしから見てみますか。こんな感じになってるんですけど、まあ、ここの高値つけて降りてきたかと思ったらまた上がってまた下がってっていう感じで、うん、まあ、本当にここからもうずっと動かないですよね、ユーロドルは。けどここからの相場展望って言いますか、ユーロドルどういう風に見ているのかなっていうのをぜひお聞きしたいなと。まあ、基本的にはドル買いなんで、うん、ね、ユーロドルも上値は重いんですけど、はい、ただドル円がもしこのまま跳ねてしまうと、やっぱユーロ円の買いとか入ってくると、
そんなに下がりづらいんで。ああ。ただ 0.98 のミドルもね、結構硬かったんで、はい、そう考えると、うん、今、そのユーロドルで動いてるっていう相場じゃないんで。そうですね。本当にドルが引っ張ってる。ドル円っていう、円安のイメージがあるじゃないですか。はいはい。うん、で結構ユーロドルパリティ割れパリティ割れって結構気にしてましたけど、割れてみるともう結構今普通になってきちゃってるんで。そうですね。そう考えると別にね、パリティ前後で結構揉み合ってるかなっていうイメージがありますけどね。うん、でも跳ねたら売ればいいんじゃないですか。じゃあ方向性としてやっぱ下方向ドル買いだから。ドル買いだから。本当ですよ、ね。だドル、だユーロドルを買いで取れるときはやっぱりそのユーロ円が上がってくれるっていうときですよ。うん、正直はユーロドル取らなくていいじゃないですか、うん、ユーロ円でやればいいんですよ。ですよね、確かに。特にだからユーロドが動いてるってあれじゃないんで、うんうん、また上がってきましたよ。ドル、お、72まで来ました。何回もこうやって上がってくると買いたくなってくるんですよね。抜けるんじゃないかって。ほらこれ結構直してくるじゃん。よかった。本当ですね。売りそびりました。売りそびりました。売りそびりた。売りそびりました。結構な、うん、僕らが思うんですから、世の中はみんなそう思ってるんですよ。うん、7号近いとか売ってっていう。いつか抜けますよ。いつか抜けますよ。うん、でその時にすぐ切れれば軽傷ですもんね。その前に何回取る、何回かやる。でいつかは抜けますよ、うん。それが別に今日かもしれない、明日かもしれない。まあ今日は難しいかもしれない。今日はあんまり抜けるイメージはない。逆張りで。基本逆張りで。無事か。まだ僕今買っちゃいました。お、買いで。こっち。はい、ありがとうございます。しました。ドル円の買い。642で買いました。642。今持っているポジションは鳴沢さんがさっきの、うん、あ、買い。今買ったやつだ。買いですよね。うん、はい、ドル円の買いと、でもヒルさんは今はノーポジ。はい。はい。まあ、買いを、待機中、買いをしようかなと。おお。買い待ちですね。買い待ちで。もうちょっと下げたところで買いたいっていう。そうですね。はい。うんうん、よくそう、買いです。残り30分切りました、はい、はい、お、はい、質問いただいています。牧野千里さんです。 FOMC 前にドル円は140円を乗せられると思いますか？乗せられない。でも本当にこの今のレンジの中でずっと動いてるだけ、うんうん、そうです。すいません、はい、リグイ言いました。はい、リグイです。67でリグイ損ねました。ちょっとだけリグイました。だ FOMC 前なんでそんなに期待はできないんですけど、であんまり、うん、さっき言ったみたいなレンジでいいんじゃないですかね、うんうん、これ結構じゃいろんなシナリオがあるかと思うんですが、うん、まあ一応相場の一番のメインのシナリオとしては 0.75% っていうところですけれども、今8割ぐらいになってると思います。けどこれ 1% 上げるんじゃないかっていう声もあるんですけど、だから上げなかった時の、上げなくて 0.75 でも十分なんですけど、みんなが1って言ってる時の 0.75 とか 0.5 とか時の逆的なサプライズ、はい、
だと結構ドル売りになっちゃうかもしれないですね。じゃあ 0.75 でも下げる可能性ある。だってみんなが1、どのくらいみんなが1と思ってるかっていう。だから結構ドル円も上がってきてるわけじゃないですか。そうですね。うん、ただそれでも、次は、みたいな。ああ、なるほど。次の11月。次は、みたいな感じになってくると、結構下げたところはもう押し目が。僕それで全部がドル売りになるとは思わないですよ。思わないですね、はい、確かに前回の CPI も結局数字が予想よりも高い数字が出てしまっているので、うん、結構そこはやっぱちゃんと強めにパウエルさんもアナウンスするのかなっていう、うん、なるほど、まあ、1が出たら当然まあドル高ですよね、うん、そっか 0.75 でもそこじゃあ145は一旦 FMC では1でも1だともう次が、はい、次が今度はなくなるっていう可能性もあるんで確かに確かにそこそこ、うん、まあ、そこは難しいです。あとポジションの兼ね合いですよね。結構どのくらいみんなが買ってるのかっていう。じゃあもうそこ次第でもしかしたらこの FMC だけでは145を超えない可能性もあるっていうことですか。あ、超えるかもしれないけど、だからそこで超えたら、はい、結構ストップで、うん、ストップロス的な感じでバーっていくかもしれないけど、そこは一回売るっていうことじゃないですか。あ、売りですか。うん、だからバイザルーマセルザファクトってやつです。本当にピョンピョンっていう感じかもしれない。なるほど。だから1やったら次ってどうなりますかって。確かに上げるっていう選択がまずないですね。あれ 0.75 とか 0.5 だったら次もあるんですけど、1でも次もみたいな。そうですね、うん、確かに結構その期待で買ってるんだったらもう上がってきましたよ、うん、結構さっき買ったの良かったんですか僕。本当ですね。すぐ売ってるけど。もう完全にレンジです。で、今回1上げちゃうともう 3.75 ってなっちゃうので、うん、3.75 から4かになっちゃうんですよね。すでにもう2年債が今 3.98 とか9とかまで多分上がってきたと思うんですけど。結構マーケットがどのぐらい期待で今日見てるかっていうので。うん、多分そのインパクト的には1だったらバーンっていくんですよ。ただその後よく考えると次もあるのみたいな。確かに。だかそこが一番重要。結構買ってる人は一回売りますよね、跳ねたところは。はい。これで待ってます、こうやって。あ、じゃあそこはあえて突っ込まずに落ちてきたところを。いや、そこを、だから売るのは、売れるのは多分リグエルしてるわけですよ。新規では売れませんよ、うん。ポジションの縮小がどのくらい入るかです。そう。しまいで、あ、その勝っている人のポジションがどれぐらいいるかってことですか。僕はすごいドロングで待ってるんだったらドルを、はい、上がったら跳ねたら今は売りたいですけど、はい、だからってショート手にはしないですよ。うん、基本的に下がったところは買わなきゃいけないから、はい、ただ一旦上がったと今日は跳ねたところは一回ポジションは、まあ、100持ってたら50は売って、うんうん、50は持ってて下がったところをまた50買いたい。うん、上がったら上がったらまた50は持ってるんでいいかなっていう。損切りは全損切りしなきゃいけないですけど、いいポジションドル円ログ持ってるんだったら半分はリグってもいいじゃないですか、うん、跳ねたところだけは。あ、確かに確かに。いいのを持ってるんだったら、うん、なかなかドル円買い場どこで買ったらいいんだっていう人も結構いらっしゃると思う。今はもう無理ですよね、これ。ここまで来ちゃうと。だから今買っても、はい、あの下引きでピュッとつけられちゃうんで、はいはいはい、ものすごく離して。だから今いつも100持ってるんだったら10ぐらい持って1円ぐらいほっとける感じならいいんですけど。なるほど。それなりの逆行もかなり。うん、そうそうそう。だから、今日はね、今からだと。うん、あ、じゃあもう本当に、じゃあ今143円台ぐらいがサポートだと思うんですけど、もうそこを下に、あれ、まだから、あるから、下ひげつけて。なるほど。あ、プルスプレッドが広がるから、はいはい。あ、そういう可能性があるんですね。うん、へぇ、恐ろしい。だリスクは結構いろいろあるじゃないですか。プライスリスクと、はいはいはい、あとそういうイベントリスクとかあるんで、はい、だからそういう、うん、特に FOMC なんかだとそれでプライスが
ワイドになっちゃう、この、はい、広がっちゃうと、その下ヒゲで作られちゃうと怖いんで、はい、うん、で今買ってゴマルストップでいいんですよ、はい、いいんですけど、そのゴマルストップはもう FMC の前まではあ、その時はもう有効じゃないんで、うん、なるほど。今は本当にレンジなんで、はい、これもしじゃあ、うん、まあ、仮にじゃあ上に跳ねて、じゃあまた下がっちゃいましたってなった時に、どこまで下に落ちがあるって予想しますか？もう一旦下がってくるとしたら、いや、どこまで上がるかですか。145円つけて、はい、つか手前までもし上がっちゃって、はい、ここまで上がってくるならもう143円とかになります、うん、だから、うん、そのくらい、どのくらいみんなドル円ロングに待ってるかっていう、変えてる人と変えてない人の差ですよね。確かに確かに。変えてない人はもう本当買いたいと思いますよ。確かにポジションスカスカだと逆に全然もう戻ってこないですもんね、うん、確かに。今141円の50がもうサポートになってるとか、もう本当ね、140円割れはみんな買いたいと思ってるけど、うん、もうそこまでいかないんで、はい、もうそこも1回目の1円の495っていうのがあるんですけど、そこはわかるんですよ、ここです、ね、で1回3円のまた50まで上がって落ちてくるじゃないですか。はい、3円の50、3円の496ってとこまで上がって、1円の495から、そう、そこでまた落ちてくるでしょ。1円の585いくつじゃないですか。もう手前で止まってるってことはもうここに、そこでもう上げてきてるんですよ、買うレベルを。はい、ああ、はい、売りました。売りですね、はい、なるほど。じゃあまあここあたり、ここから下140割はさすがにちょっとないんじゃないか。140割はもうおかしい感じです、うんうん。かな、ありがとうございます。結構参考になりました。今10年債利回り 3.565、うん、まあ、2年債がもう 3.9、 今日見たので結構もう 4% 近くまで下がってました。 4% より少ないんですけど、うん、僕本当すごいね、逆張りなんですよ。普段逆張りトレードですか？買いたくて今しょうがない。買いたくてしょうがない。75タッチしましたね。うん、一瞬ね。はい。75売れなかった。うん。今売りを持ってたんですか？売りを持って、はい、決済しました。お、決済したんですけど、ずれちゃったな。あ、ずれちゃった。はい、はい、ずれちゃいました。買いました。買っちゃいました。お、ここでですか、うん、うん。だってあと10分でしょ？そうです。これはブレイクする。もうね、うん、本当すぐ売りたいんだけど。うん、はい、やめちゃいました。ごめんなさい。あ、リグイズな。リグイズ心理学戦略的な見かけ。あ、失礼いたしました、すいません。広瀬さん失礼ですよ。心理学的戦略的理学ですね、うん、言いながらこっち見てましたよね。チキン理学って、すみません、今日チキンが2人で、すみません、もうチキンなんで、すみません、チキンなんで。いやでもチキンじゃなきゃできないですよ。いや、確かに、そっか、うん、チキンの人がね、うまくいくんですよ。あれですよね、リスク管理ができるってことですよね。そうそう。できるだけ持ってる時間短くしたい。持ってる時間ない。持ってるなら、ちゃんと明確に、ここでやめますっていう、はい。で、ここまで来たら売りますっていうのがあればいいですよ。ちゃんと。それが成り行きとかで、あやふやにやってた。だから、その、今日みたいに、レンジでやってて、はい、このレンジ内で上がったら、今といえば、2人とも75近く行ったら、今僕買っちゃいましたけど、売る、下は買うっていう中でやってるならいいんですよ。はい、でもじゃなくても、もう上買っちゃいました、でもストップは50ですっていう、で50で損切ればいいんですよ、はい、いいんですけど、下がってきたから、またちょっと回もう一回リグイね、何ピーしようとか。でもチキンだとすぐ売ったり買ったりするじゃないですか。チキンの方が、あのお金も減らないんですよ。まあ、お金も増えないかもしれないけど。あとはロットを入れれば。そう。おいいんですよ、あの。行ける時に行くんですよ。確かに。そっかそっか。あ、77。お、ほら。あれ
ほら。話してる間に。どうしたんですか、ここで上がるって。すごい。あと20分なくなりましたよ。ここから来ますよ。本当ですね。いや、ついにブレイクしちゃいましたね。ほら、8番来た。なんでここで上がるって分かったんですか？そろそろね。そういうのがあるの、カッカッ感覚。買うのあってたでしょ。はい、買ってもいいんだったけど。はい、あ、今売って買った。はい、結構取れた。2.6 ピップ、1秒しか持ってないんです。おお、1秒で 2.6。 あ、結構わかんないけど、僕なんか触ってました。触ってました。8、4ぐらい打ってた。触ってて完全に事故。あれと思ったらそう言ってましたね。事故3回目。これ事故の時は、事故の時はね、ちょっとリグったらね、逃げるんだったらやめた方がいいです。今、売りで入ったんですか？売りに入っちゃいました。あ、売りで。会話できないんで、僕、ここは。自分が875で売りました。875、売り。うわー、一緒じゃないですよ。3ピップ違います。違う。はい、もう、閉じてますけど。あれ、注文がなんか上ないんだ、これ。全然ない。143。あ、高値、レンジの高値更新しちゃいましたね。うん、この短いレンジですけど。リグ、あ、損切り。損切り。あ、今日初めてじゃないですか、損切りする。わかんないです。損切りですよ。はい、84.0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 .
カズさん、こんばんは。トレードバトルやってます。あ、もう、あれ ?395 名の方が今見てくださってます。ありがとうございます。ドレンショットエントリー、スキャラ対決。うんうん。何を見てるんですか？ここは様子見で。ここのコメント欄です。ああ、ありがとうございます。なんか知らせ、はい、次の一応こういうスライドも作ってたんですけど、そう、全然見る間もなく終わっちゃいますけど、あれは何ですか？あのちょっと小山氏に送ってたんですけど、え、小山さんに何か、小山さん、はい、僕なんか小山さんにいろいろ資料送ってたんですけど、あれどうしちゃいますか？え、出ます？いけますよ。まだほら、もうあと15分しかないんで、延長するならいいですけど。延長する。東さんの許可。大丈夫です、大丈夫。じゃあ朝までやりますか。じゃあスライドに貼っておいてください。じゃあ、じゃあ隠します。あ、そっか、そうですね。もう10時半か、はい。はい。10時半になりましたので、一旦この出ているピップス数が隠されるっていう状況になります。はい、そして45分になったら同時に出していただいて、勝利が、勝者がどちらかっていうのが分かる。ちょっと隠してる間に擦れちゃうとかパターンもあるんですよ。そうです。いや、全然ありますよ、本当に。今までありました。逆転みたいなのが。逆転、あと15分だよ。いや、今度あと。はいなぁ。そうですね、今表示されているこの収支表が今お二方のトレード履歴になっております。あれ意外とでもお二方ともだいたい10回11回なんで、だいたい同じぐらいですね、頻度、トレードされている頻度は、うん、はい。じゃあここがどうなるか楽しみですね、はい、だんだんヒロシが無口になってくるんですよ。いやでも本当に いつも無口だけど、いつも無口だけど、この残り15分が無口。なんかニューヨークが始まるからかわかんないですけど、急にこの時間からすごいやり出したりとかするんですよ。いやでもあのピップ数がこう近かったらいいですけど、うん、もう20分今やるしかないピップあるとちょっとやる気なくします。いや、やるしかない、それだけっていうのはかなりリスクあるなって、うん、狙いにでもどうせ負けるんだったら今やるしかないよね。
だったです。それでマイナスになりたくない。ああ、マイナスは避けたいらしい。避けたい。そう、目標が10ピップスで、あと 0.5 ピップス。確かに。一応目標を達成したっていうことで、終わりにはしたいっていうのはありますよね。大人だな。いや、でも負けたくない。負けずぐらいか。今なんか言いました。それ短くないですか。めっちゃ短いです。何時間ですか、保存期間。でも2週間ぐらい。本当ですか。僕もう一回送ればいいですかね。本当だ、全部消えてる。これ分かってるの負けてるの。勝ってるの負けてるのっていうのはどっちが勝ってるか負けてるかっていう話ですか。今消しちゃったから。そういうこと。どちらが あれですかね、上の表示してるあれに 目がいっちゃって、なんかどっちなんだろうってなったんですかね。コメント欄に10時半時点で入ってる。はい、今の収支こんな感じになっておりまして、右側青色がひろしさんで、左側赤色が鳴沢さんの結果となっておりまして、今の時点では鳴沢さんがリードしているっていうような状況になっております。11分あるんで分かんないですよ。はい、残り11分、ちょっとここの収支を消させていただいて、45分にどちらが勝ったのかが分かるっていうような形になっております。今日は45分に急に指標があるとかないですよね。前回あれ何でしたっけ。PMI、 アメリカの PMI かが45分にやってます。もう今までの動きの逆行行っちゃったんで、すべて焼かれたっていう。焼かれましたか。そう、恐るべし。しかも3つポジションもすべてにかけてたんで、それ逆行ったんです。シンプルに3倍マイナスになっちゃった。焼かれましたね。今日は指標ないので大丈夫です。多分。また焼かれて笑ったんでしょ。いやショックでした。いや結構割と本当に僅差だったところだったんで、かわいそうだなって思ってました。いや指標の大切さをあの時多分視聴者さんにもすごく伝わったかと思います。やっぱ一応確認はした方がいいですよね。いやーそうなんですよね。本当に。いやまさか広瀬の確かあのロイターのやつに確か入ってなかったんですよね、あれね。あの重要度ってあるじゃないですか。それにも書いてないぐらいらしかった。でもね、基本ね、そんなにね気にしてないんですよ。指標ですか。いや、そのあ PMI。 ああ。なるほど、そもそもそんな重要な時はそんな激安でもないしみたいな。じゃあ珍しいんですよね。昔はだって貿易収支が一番のメイン指標ですから。そうなんですか、ね、雇用統計じゃなくて、貿易収支ですよ。アメリカの双子の証的な。ああだったんで。それは各国ですか。いや、アメリカのもう赤字がどんだけ増えたか減ったかみたいな。そうなんですね、最近ですよ。あの雇用統計ライブとか雇用統計をなんか持ち上げてこうやってるのは。じゃあたまには貿易収支ライブとかやってる。じゃあ貿易収支で本当に結構動いたんですよ。そうなんですね。今でこそ雇用統計ですけど、それって今とそんなに値動きは変わってないんですか。それ当時はものすごくこう、いやすごいですよ、下がった。桁が違いますよ。あ、今とは、そうなんですね。プライスがないんですから。はいはい、手配だけで動いて、出会いがないままいう感じなんで。で、ADP だってね、最近見てますけど、もう前は全然なかったし、みたいな。ADP がいつからあるか知ってます？でもなんか、あの、リーマンの後とか、そのぐらいでしたっけ？全然もう、聞いたこういう時あった時でもそんなになくて。多分なかったな。
あと8分ですよ。あ、そうですね。そして動かなくなってくるというこの。本当ですね。もうなんか抜けてから動かなくなっちゃいましたね。どうやって30ピック取ろうか。これちょっと厳しいですね。散歩時でも結構。でも散歩時で10ピップ動いてくれれば取れますか。10ピップか。うん、今、まあ、今8だと売っても買っても10ピップ取れればいい。確かに。散歩時で。往復すればいいか。往復で。55ぐらいで。散歩しとって。出るかな。鳴沢さん、眠そうだけどすごいって書いてある。ん？眠そうだけど？眠そうだけどすごいって書いてある。眠いんですよ。眠いですか？うん、本当に眠いの。いつももうこの時間お休みなんですか？老人か。いや、知らないんです。老人か、俺は。眠いんですけど、頑張ってますよ。これ7分半ですから。結構夜遅い派ですよね。遅いですね。何寝るんですか？だってどうでもいいんだけど、何寝るんですか？3時ぐらい。まちまあ、それぐらいですかね。何時？はい。起きますか？さあ、お昼に起きて。遅いじゃない。日がもう上まで上がってます。しっかり睡眠じゃない。しっかりというかね。そんなに寝るんだ。しっかり寝るね。しっかり。朝ごはん食べてないでしょ。あ、食べてないですね。朝じゃないもん、もう。昼だもん。いや、あ、もちろん早く寝たらその分早く起きますけど、ね、はい、寝る時間も遅いときは気を乗った抜けてきた。私はポジション持ってないです。はい、ドル円じゃなくてユーロドル 0.9950 バックにロング、うん、双子の赤字、懐かしい言葉、見事に言わなくなりましたね。ねえ、ツインなんて言ったっけな、何でか双子の赤字ツインなんとかって言ってたんですよね。あ、そうなんですか。日本も貿易収支が結構、貿易黒字とか、はい、黒字ですけどね、もう結構ニュースになってたりとか。でも今って貿易赤字になっちゃってるじゃないですか。昔は黒字だったので、ものすごい黒字だったんですよ。あれは今前赤字になったとって、別にドル円とかその日本のあれには影響はないんですか？そのあるじゃないですか、やっぱり。でもそんなにほらニュースにならないですけど。うん、したことあるんですか？大したことはありますよ。そうですよね。ありますよ。市場がそこだ、そこじゃないっていうだけの話ですかね、もしかして。だって今僕らは、僕とかは結構今オイルが上がってて、やっぱり現実的な問題でガソリン入れるときに結構高いじゃないですか、はい、山梨結構高いんですよ。うーん、ガソリンが。え、そうなんだ。高いんですよ。名古屋とか、あ、ほら、港があるところは結構安いんですけど、長野とか山梨とか結構高いですよね。輸送費かかるし、電車でガタンガタンガタンって来たりとかね、車で来たりとかしてるんで高いですよね。今でも今ね、うちの近所は今163円ですね。はい、前ね、170円は超えないんですよ。高いですね。高いですね。私の記憶にあるのが112円とかそれぐらいの時代が私の中で。ああ、僕前名古屋にいた時に99とか。99円すごいですね。70円ぐらいそこから違うんですもんね。170円って廃屋とかのイメージですもん、どっちかっていうと。うん、170円は山梨超えなかったんですけど、はい、でも100ル、もうずっと160円台だから。うんうんうん、結局今、9いくつまで行きましたね。そうですね。うん、これは、ちょっと寝られる。切りました。ひろしさんがめちゃくちゃ真剣に撮れる。あの、すみません、今2人でやってるんですけど、ここ。写真タイム。あ、いけ！ありますか？僕は小山さんに資料送ってるね。自動の。下の方ですね。あ、そう、その一番ね、あ、来た。これ、本当に、ひろしさんですか？これね、ひろしさんと小山さんってね、写真を飲み会行った時に、一番左がひろし眠そうなやつ、次がひろし、あ、寝るな。で、次寝ました、みたいなやつ。2016年。
これ小山さんだ。これなの。でこれ小山さんが。おかしいな。誕生日かなんかの時じゃないですか。何ですか。何前。あ、誕生日プレゼントの組長の。組長って書いてる。うん、日本酒を。そう。あ、一緒なんかこうオフ会みたいなやつでやってたんで、なんか最初はなんか僕の集まりだったんですけど、いつの間にか小山さんの集まりになっちゃって。で、小山さんが組長だったんで、なんとか組の。組長。で、その小山さんの誕生日にこのお酒をプレゼントしたって。その時に集まった時に、なんかいやいや来た広瀬さんが来て。で、興味なさすぎて、その主役の隣にいるのに、もう眠そう。あ、寝るかなって、もう完全に寝たみたいな感じの写真でしたよ。これどこですか？都内ですか？新宿ですね。居酒屋で。その時もまだと、まだってことですか？僕山梨から来たって。あ、そうなんですか、ね、小山さんのために、僕は誕生日だから来たんですけど、はい、隣で似てる人がいたっていう、この、これ完全に似てますからね。似てますね。似てますね。よく撮りましたよ。よく撮ってあるよね。よく撮ったけど、よく撮ってあるっていう、6年も7年も前を。まさかこんなものを、ね、公開されると思わないですよね。はい。ああ、感じですかね。あと2分切りましたね。お、また下がってきましたね。15分待つポジション。残り2分切りました。あ、1分半ですね。はい。さ、はい、ナスワさんは割とこう余裕そうだ。ん？余裕そうな。あ、無理してやることはないですよね。そんなね、レンジ得意じゃないんで。んですか、さっきも言ったんですけど、僕はツッコミ派なんで、うん、今日は本当はもうボロ負けしてるパターンですよ。あ、普段だったんですか、はい、だ結構だからこうやってある意味こう人と話しながらとか、はい、ある意味チャットでつながってるとかの方が結構みんな冷静な話を聞いたりとかすると、はい、一人でモモンってやってると結構突っ込んじゃうんで。そうなんですね。行くだろこれはみたいな感じで、結局レンジだったみたいな。あ、そうなんですね。私逆に人の意見聞いちゃうと左右されちゃって負けちゃうんですよ。なんで自分が思ったようにトレードしないとダメなんですけど、そっか、意外とそういう方も。だから結構自分はレンジだと思ってても、はい、今だって7号超えたから、そこで突っ込むのはいいんですよ。さっきの9割を向けて突っ込んじゃうと、もう、はい、どういうの、うん、高値のコマとかですよね。結局ほら落ちてくるでしょ、はい、小林社長系ですねっておっしゃってます、うん、あんな美容助じゃないですか。はい、ということでお時間になりました。はい、演技が入った。演技が。ヒロさんはポジションを終えました。大丈夫ですか？終わってます。はい。はい。ということで、たった今、トレードバトルが終了しました。ちょっと集計時間に入ります。集計終わったら教えてください。祈る感じ。祈っても変わらないっていう。3ポジ取るぞ。3ポジ？取ればよかった。おー終わりました。ポジしかかこの間広瀬に宣伝して、あ、それでも大丈夫です。はい、はい、あ、俺あれ、そう、そのぐらいでしょう。はい、はい、というわけで、今回のトレードバトルですね、ライオン FX、広瀬通商さんのライオン FX の提供でお送りしております。
ライモン FX はですね、業界最強水準のスプレッドで世界最速水準の約定スピードでサービスをお届けしております。またトレードに役に立つツールにも特化しており、口座を持っている方なら誰でもリアルタイムで更新される先ほどお見せした注文情報や経済指標の結果がどこよりも早く入手できるロイター直結の情報を閲覧することができます。お取引の参考にぜひ使ってみてはいかがでしょうか。概要欄に口座開設の限定リンクを貼っております。そちらからお申し込みいただくと、今表示されています通り、新規口座開設、新規ポジション1万通貨以上の取引で4000円キャッシュバックしております。さらにですね、一定数取引すると最大5万円のキャッシュバック、合計5万4000円キャッシュバックされますので、ぜひ口座をお持ちでない方はそちらから口座開設してみてください。あとはたくさん食品が届いたりします。はい、そしてですね、こちらも冒頭でご案内したんですけれど、どこだ、はい、こちらですね。2022年秋 FX 戦略会議ということで、10月4日土曜日に秋葉原 UDX にてセミナー&懇親会を開催することが決定しました。はい、こちらですね、スペシャルゲスト、まあ、もちろん CXR のヒロピーさん、小山さん、私もそうなんですけれども、豪華なゲストさんにもご出演いただいております。もちろん山中さんであったり、あとはJFX の小林社長、トレーザー証券の井口さん、遠蔵さんにも、講演、セミナーしていただく予定ですので、ぜひ、参加できそうな方は、ぜひ、参加してみてください。できそうな方は。ちょっと今ちょっと。参加できそうな方は来てください。暇だったら、時間ある方は。方はぜひこちらご応募してください。1時から8時とかなり長丁場となっているんですけれども、まあ、セミナーの間もちょこちょこお休み入れたりとか、まあ、最後は懇親会なのでお食事しながらお話ししたりとか、浮気の握手会もあります。あるんですか？言ってないです、そんなこと。ちょっとやめてください。なんか写真撮って、あ、チェキみたいな、チェキみたいな、まあ、チェキ会、サイン会あります？ないです。でも写真撮るのは全然 OK な、OK ですよね。はい、写真 OK なので全然声かけてもらえれば、今終わってる。全然それは OK です。ですはい、まあ、なかなかこういった方々とお話しする機会も少ないかと思いますので、懇親会どうします？浴衣、はい、に一番人が集まったら。そんなことないし、絶対そんなことない。ねえ、ないその中に未来のオクトレーダー、オクトレーダーがいるかもしれない。本当ですね、本当ですね。はい、ぜひお集まりください。はい、まだまだ枠はまだあるみたいですけれども、先着200名ですのでお早めに。こちら9月30日が一応締め切りとなっているのでよろしくお願いいたします。はい、さあそろそろどうですか？はい。ドル円が落ちてきました。ちょっと見てみますか。これが落ちてきました。お、75切っちゃいましたね、うん、はい、ただいま集計中でございます、うん、さあ、じゃあちょっと感想を、じゃあ今日ご出演いただいていかがでしたか？うん、いや、ひろしさんの真似をしててそんなこともない。例えばこういう感じだとレンジなんで、うん、お互い考えることが一緒だった。ああ、確かに。そうですね。入るとなんで。出口が違うだけで。うんうん、入り口は一緒なんですよね。入り口は大体。一緒。本当それはね、クリックするタイミングなんです。はいはいはい、はい。ちょっと隣の圧がすごいととかは、こうやって押しちゃうとか。話しかけられて話してる間ね、ちょっと入り損なうとか、今ありましたけど。すいません、なんか、そう、じゃあ今日みたいなとこは入るのも一緒で、出るとこは違うだけで。なるほど。まあ、じゃあどっちかって言えばやりやすいっちゃやりやすかったですかね。だから今日みたいな時はやる時はやるけど、やらない人は全くやらないと思うんですよ。確かに確かに、うん、そうですね。両助の人だからいいけど、あ、でも本当に入るとしたら1回だけ、1回しか入ってない。その普段だったら、普段で入るのは10時40分の売り。あ、この売りですね。これですよね。1315の売りが普段の売りのポイントで、決済が
10時43分。で、819で 9.6 ギプス取ってるのが、だけでしたね。シグナルが出たの。あ、シグナルですか。はい。うんうんうん。だから7号を超えた時点で跳ねて追っかけて買うのはいいんだけど、うんうん、そこの10ピップ上で、リグっとかないと、はい、結局買ったところに戻っちゃうんですよ。確かに確かに。今そうでしょ？そうですね。うん。でも跳ねたところを待ってる人は144円を、手前で売ろうと思ってるから90台乗ったら売って。でも7号を超えないと思って手前で売っちゃってると、その跳ねたところで結局損切りになっちゃうんで、難品するしかないんですよ。はい、7号売って90売って難品すると、ちょうど、例えば今はリグえますけど、80台でちょっとチャラなんで、チャラとかゼロなんで、結構難しいですよね、そこは。ピックがまた後ほど出ますが、一生懸命頑張って、はい、今頑張って集計しているところですね。あ、結構じゃあ普段っていうか、トレードバトルとか結構な慣れていらっしゃるんですか。じゃあ何回か出てます。僕何回か出てますか。あれですよね、番組見てる。あ、本当ですか。雇用統計ランクでトレードして、うん、すごいです。あれすごいですよ。やりたくなくてもやらなきゃいけないっていうの。いや、なんかそのだって絶対普段ではこういうトレード全くしないわけじゃないですか。今日しないっすね。だから僕もさっき言ってたように90上がったところは売ってたと思う。ああ、本当ですか。うん、もうシグナルとかじゃなくて、だから僕は 4A のちょうど手前、だから50ちょうどだから、はいはい、60買って90売る感じですよ。うん、こんなにね狭い中でやって勝ったのは多分初めてかもしれない。なかなかね取れないですよね。それじゃない、30分のこの動きの中で。そのことは1回だけですよ、取れた、たくさん取れたら、うん、あれだけなんで、はい、1回取れればもういいんですよ、それで。あ、確かに、そうですね、うん、そうするとね、損切りも早くなりますよ。うん、行きつけるか、うん、損切り引っ張っちゃうのは取れてないから。うんうんうん、ああ、確かに確かに、そうですよね。取れてればね、1ピップ2ピップなんてね、平気ですぐ損切りできるんで、うん、あ、違ったなと思ったら、うんうん、はい、というわけで、あの集計が出たそうなので、じゃあ一斉にオープンしましょうか。あ、じゃあ一個ずつ。じゃあ先に、どうしようか。先に床でいい？床でいいやってないから。ノーポジです、ノーポジ。ノーポジです。ゼロです、私は。そうですね。ジャルサワさんからいきますか。はい、じゃあお願いします。え？ああ、書いてなかった。37.8 ピプスでーす。すごーい。頑張った俺。素晴らしい。頑張った。じゃあ続きまして、ひろしさんお願いします。おお。結構頑張りました最後。頑張りましたね。いや、ダメでした。そうですけど。目標は行ったよね。目標は行ってます。だって一個ずつ捨ててからプラス5ピップぐらい取ってる。そうそう。ね。ちょっと取れたんだけど。やっぱり今までの成績の中で一番いいんじゃないですか今回。一番ピップ。そうですよね。だから対戦相手がちょっと今回強すぎたっていう。強すぎた。しょうがないね。うん、あ、でも両方ともお二方ともすごい素晴らしい成績でした。やってましたよね。あ、え？やってましたんでした、トレードバトル。あ、これ一緒にして、うん、ここでやってないですか。一回やればいいんですか。まあ、機会があれば、機会があればそうですね。3人でやるとか。ああ。ABC やりながら、ABC やりながら。そうですね。まあとたまにヒロピー出すとか。いや、ヒロピーさん出てほしいんですよね。結構、ヒロピー出ないのっていうふうなイベントもたまにいただくので。ね、うん、ヘルピングがね、そうなんですよ。スイングなんで、あれですけど、まあ、ちょっと引っ張って出てくださいよって。だって、どうしても出たらやらなきゃいけないんですよ。そうですよね。そういうことですよ。自分のスタイルを崩してまでもやらなきゃいけない。ということで、お二方ともさすがでした、本当に。はい。今日はちょっとね、久々のお友達ですかね、ひろしさん。知り合いじゃないです。あ、友達じゃない。あ、知り合い。です。先生、いかがでしたか。うん、いや、前結構スイングなひろしさんね、
この秒数がやってるのと驚きましたけど。で、結構前のトレードバトルもちょっと拝見してたので。うん、で、前はでも2回しか3回しかやらなかった時もあとか。あれは多分、なんか、講座が多分一緒にやったですから。一緒にやった時、小山さんと一緒にやった時、なんか結構そんな埋まってなかったですよね。まあ、そうですか。そうじゃないですか。本当に動かなかった時は過去になっても確かにあったんで、その時は本当に、うん、今回割と多い方かもしれないです。結構楽しかったですね。あ、ありがとうございます。うん、ヒロさんどうですか、今日の。はい、今日は達成したんですけど、はい、この37.8ピックスっていうのは素晴らしい結果。うん、いやいや、じゃあこれ社員いただいてもいいですか。いや、もちろんですよ。じゃあこれをぜひ山梨に持って帰って、山梨のマスカットありますに持って帰ってください。そうか、ありがとうございます。はい、はい、山梨もシャインマスカット、山梨に持って帰る。はい、というわけで、はい、今回第10回目のトレードバトル開催させていただきました。次回のゲストってまだ決まってなかったですよね。中島さんです。そうだそうだ、以前あれは何人で出たんでしたっけ、ライブ配信。はい、出てましたっけ、うん、以前ライブ配信にも出演していただいてる中島さんっていう方にトレードバトル出ていただきます。ミカさんですか。ミカさん中島さん男性の方です。元インターバンクのディーラーさんです、うん、その対戦ゲストは次は小山さんですかね。はい、はい、が、対戦しますので、ぜひまたミラクルが、はい、小山ミラクルが。小山ミラクルがまた見れるかもしれません。はい、今度50ピップ行くかな。行くかな。うん、はい、はい、来月10月の、まあ、中旬、同じ頃あたりにまたトレードバトルあると思いますので、またツイッターと YouTube などでまた告知させていただきます。あとですね、こちらと番組シェイクサル投資チャンネルの方もぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今回の、お二方の、トレードに、すごかったよとかって思った方で、全然思ってないから全然ね、棒読みなんですよ。感情がこもってないんですよ。質問が来たら全然送ってもらって、この質問が良かった方はぜひいいねボタン押してください。はい、ありがとうございます。賞賛の意味を込めてください。あー、そう賞賛の意味を込めてグッドボタンをお願いします。では最後にディスクレーマーをお読みして終わりたいと思います。この番組では投資判断の参考のための情報提供を行っておりますが、銘柄推奨や投資活動の勧誘を目的としておりません。発信された情報に将来の予想が含まれることがありますが、その正確性、信頼性を保証するものでもありません。投資の最終判断をご自身で行っていただきますようお願いいたします。そして今週は FOMC ライブもございますので、ぜひそちらも22日の夜2時から、はい、午前2時からライブ配信、ヒロピーさんと、小山さんと戸田さんがいらっしゃいますので、ぜひそちらもお見逃しなく。あ、でもちょっと時間帯があれなので、起きてます。私はもちろん起きてますけど、 MC で MC じゃないけど、そっちから見てますけれども、はい、ぜひそちらも見ていただければと思います。はい、では本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。またね、ありがとうございました。